アラン・カルデックはフランスの教育学者、哲学者、スピリティズムの創始者でもある。アラン・カルデックは筆明で本名はイポリトレオン・ドゥ・ニザール・リヴァイユである。霊媒を介して、あるいは一つのテーブルを取り囲むことで死者とのコミュニケーションを図る高霊会は1840年代にアメリカで出現し、1850年代になると、 ヨーロッパのブルジョアサロンを熱狂させていた。現象が本物ならば、宗教的、科学的に非常に大きな可能性を秘めていると考えたリヴァイユは慎重に調査を開始した。やがて親友の二人の娘が霊媒能力を発揮し、普段はごく普通の明るい娘たちが、打って変わって真剣な様子になり、あなたには重要な宗教的使命があるとリヴァイユに告げたという。興味を持った。 彼は毎週末その二人の協力で高齢会を開き、人生の様々な問題や宇宙観について質問し、テーブルターニングや自動書記によって答えを得ていったというアラン・カルデックの墓。日々とが訪れ、花が絶えることがない。2年ほどこうした実験を続けた後、リヴァイユは不可視の存在と、その発言内容を認め、出版する決意を固める。 彼は一つの高齢会での霊言だけでなく、いろいろな言語の複数の高齢会で霊言を収集して内容をしつこく確認したという。大量の霊言が集まると、それらを細かく比較、検討し、絞り込んで編纂した。カルデックは、その著作、霊の書においてこの高齢会に、セインスという名を与え、そこに哲学的意味を見て取ることとなる。このカルデックの思想、 というより実践は、19世紀後半のフランス社会を語る上で見逃せない一つの潮流を形成し、とりわけ、カルデックの生まれ公共リオンでは、主に労働者が電波の役割を果たした。今日では、ブラジルに多くの支持者がいるという、1957年のブラジルの記念切手1964年の記念切手1969年日本語訳。ありがとうございます。